ドール子すげえ。そんなあんな形でそんないろんな役目をしてるんですか。そうですね。すごい。こんにちは。はい、こんにちは。どうも、はい、お世話になります。はい、飛び間の佐々木篠介です。はい、どうも、飛び間の宮沢です。はい、よろしくお願いします。現実の宮沢部長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はどういった内容でしょうか。はい、はい、先週前回構造の、はい、ご説明をさせていただいて、まあ、その時効点になります下地材とか、はい、まあ、断熱材、横にある断熱材とか、はい、まあ、そういったお話ができればと思ってます。はい、はい、じゃあ今日はその下地の、はい、さらにまた中の方の、はい、お話ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと現場暑いですけどね、はい、くれぐれも熱中症には気をつけて、ロケの方も進行してまいりましょう。はい、はいはい、それでは行ってみますか。はい、はいはい、行ってみましょう。振り向けた、ほら、カレーの骨を振る。はい、はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけど、この今あるこれは何ですか。はい、これはグラスの断熱材といいまして、はい、断熱材、これがそうなんですね、はい、そうですね、壁と天井に、うん、入れていく、はい、材料になりますね。このまま筒ごとこうやって入れるんですか。はい、いや、これは梱包されてますんで。あ、梱包されてるんですね。はい、どんな風に入るんですか。まあ、ここにあるように一枚一枚がこういう防湿のビニールに覆われてるのを、はい、室内側に向けて、はい、で埋め込んでいくっていう、重心していくっていうことです、ね。じゃあこの今空いている柱と間柱の間に全てのところに入れていくという形なんですね。はいはい、床の床の下、土台から、はい、梁まで、うん、重心していくっていうことになりますね。なるほど。はい、これが断熱材っていう。そうですね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。はい。はい、そしたら今度は電気の線について伺いたいんですけども、はいはい、これは今どういう状態なんですか。そうですね。はい、まあ、下地のボードだったりとか貼る前に、電気の設備、水道の設備は先に配管を、はい、天井裏だったりとか、はい、壁の中だったりとかに施工していかなければ仕上がっていきませんので、はい、まあ、それがやってある状態になってますね。はい、そうですね。確かにいろんなところにもう張り巡らされてるんですね、電気の線っていうのは。はい、そうですね。あ、これ本当そうですね。ボードとか貼っちゃうと全くできなくなっちゃいますね。はい、なるほど。はい、やっぱりこういった線っていうのはもう最初にやって、まあ、その決まった位置に持ってくるということで。そうですね。じゃあこれを後でこうずらしてくれっていうのは大変な作業になるんですか。はい、まあ、そうですね。まあ、貼っちゃった後とかだともう天井裏とかも2階の場合は特に潜れなくなってしまいますので、まあ、それボード剥がして、ボード剥がしたりとかっていう作業が加わってしまいますね。はい、こうやってじゃあ先に電気の線をやっていくということですね。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、そしたら次なんですけども、はい、まあ、これ今ユニットバスのところで今こう下地組んでるってことは、はい、まあ、ここは入り口に、そうですね、なるんですかね。はい、浴室の入り口に、まあ、ユニットバスの、はい、サッシがついて、まあ、そこのところが入り口になりますね。はい、でその上にやっぱまた電気の線がここにいっぱい来てるんですけど、はい、これは何になるんですか。まあ、今まで各部屋2階から1階とかは各部屋のが、はい、ここの壁に収まって、はい、分電盤がつくんです。あ、なるほど。ブレーカーがついて各部屋の、はい、回路がここに収まる、集約されるですね。あ、こんなに線があったらもう、ね、どこがどの線なのか分かんなくなっちゃうんじゃないですか。そうですね。なんで電気屋さんによるんですけれども、はい、まあ、こうやって番号を振ってあったりとか、自分が分かりやすいように、はい、さすが、はい、してありますね。それで間違いないようになってるんですね。はいはいはい、で今ちなみに上にあるのがテレビの同軸の線ですね、はい、と電源です。で、まあ、こちらは各部屋からのコンセントとスイッチなんかの電源が来てますね。はい、分かれてるんですね。はい、分かりました。あとこの黒いなんかところどころいっぱいあるんですけど、はい、これはだからここの仕上がった後にここにプレートをつけてスイッチだったりとかコンセントだったりとかが来るようになります。こういう風になってるんですか、スイッチと入ってるのが。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。はい、
はい、そして続いて今トイレの、はい、1階のトイレのところに来たんですけども、はい、トイレのところに今この配管らしきものがあるんですが、はい、これは何ですか。はい、これは2階の要はトイレだったり雑排だったりを、はい、外に出すための縦管ですね、配管ですね。あ、じゃあここがパイプスペースの位置になるんですね。はい、そうですね。で音が周り漏れないように、防音材でパイプをくるんでる状態ですね。うんうん、なるほど。この黒いやつが、はい、その普段そうですもんね、ネズミ色の塩ビ管があるんですけど、 そうですね、それに巻いてあるんですね。はい、でこれをこうやってたどっていくと、なんか上にもまた出てますけど、ね、あ、これは2階のトイレですね。あ、そうだ、2階のトイレがここにあるんですね。はい、でまたさらに向こうにもあるんですけども、あっちは2階の洗面所からの雑排をまとめるっていう感じですね。なるほど。こうやって天井裏で全てこう前して最後パイプスペースで落とすと。そうですね。はい、まあ、こういうのはまあ場所によってだと思うんですが、はい、まあ、外に出す場合もあったりするんですが、はい、今回はもう中側室内でパイプスペースで逃げるっていう感じになってますね。処理してるんですね。はい、あと部長、あそこになんか白い煙突が、はい、出てますね。はい、あれは何ですか。あ、ドルコといって、ドルコ、はい、ドルコといって、はい、通気弁ですね。排水が流れるときにパイプがいっぱいになってしまうと、空気が入らないので、流れが悪くなってしまうんですね。で、あそこから空気を入れて流れを良くするためのパイプです。はい、はい、へー、すごい。あれは空気は入るんですけど匂いは出ていかないっていう器具になります。ドルコすげー、そんなあんな形でそんないろんな役目をしてるんですか。そうですね。はい、すごい。こういうのもじゃあやっぱ計算されて設置をしてるということなんですね。はい、はい、これが以上配管の説明ですね。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、はい、何ですか佐々木さん。はい、今ちょっとここに連れてきたのですね。はい、前回の復習を兼ねてちょっと質問させていただきたいなと思います。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。ちゃんと覚えてます。はい、じゃあ行きますよ。はい、この金物は何ですか。はい、こちらはホールダウン。そうですね、ですね。はい、はい、で上にもありますね。はい、上にもありますね。何の役目をしてましょう。ああ、金物ですかね。はい、上もホールダウン。はい、でこの上のやつは針を確かどうだったかな、こういう感じでこう針と柱をこうやって、全然違いますね。こうやって全然違いますね。つなげる、そっちじゃないですね。こっちじゃないんですか。ホールダウンは、はい、こっちですね。あ、なるほど、こっちですか。そっちです。はい、つなげる役目をしてるやつです。そうですね。はい、揺れた時に柱が抜けないようにするための金具です。はい、なるほど。はい、ホールダウン。はい、ホールダウン。はい、じゃあそのホールダウンの上にもうちょっとちっちゃい金具があるんですけど、あれですね、あれなんですかね。あれは僕は覚え方がありまして、あれはお正月と覚えてます。あ、お正月ですか。はい、はい、あれは羽根付きです。ちょっと違いますね。あれ違ったっけ。羽子板ボルトと言います。あ、こっちか。そうですね、羽子板。そうですね、これで覚え、羽根付きって覚えてたんで、はい、板の方でしたね。まあ、惜しいですね。はい、はい、羽子板ボルト。はい、でそこに下にまあ、ボードが貼ってあるんですけど、はい、天井の縁の上ですね。はい、それは何。これはあれ、そう、はい、そうそう、かっこいいやつです。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤーバード、ファイヤーバード、車ですねそれ。ファイヤーバード、車ですねそれ。違いますか。違いますね。何でしたっけ。ファイヤーカット、ね、カットだ、はい、そう、ファイヤーカット。はい、部屋からの、はい、火が、はい、上に回らないために、はい、貼ってある材料ですね。あ、ファイヤーカット、はい、覚えてました。はい、あとは、はい、これも分かりますよ、ちゃんと。このステンレス、アルミの。何ですか。これは天井のぶちです。そうです。あれさっき言いましたからね。そうですね。はい、外回りにこう大きい針が回ってるんですけど、はい、これ私この間チラッと言ったんですけど、いましたね、はいはい、針の他に何て言いましたかね。はい、大きい針です。それそのままですね。これは中間にあるので胴差し、胴差し、はい、はい、V で言うと胴差しっていう、胴差しの針ですね。はい、大きい針、大丈夫ですか。はい、大きい針。はい、はい、はい、じゃあ次はまあこれを
大きい針がありますね、はい、でその間にこういうちっちゃい針があるんですけど、はい、これは何ですか。これは、まずベニヤのとこが2階の床ですよね、はい、それを支えてるので、はい、これは根だ。まあ根だなんですけれども、はい、今は合床といって、はい、針床が主流になってるんですね。針床、はいはい、なので根だではなくて針は針なんですけれども、はい、あのまあ大体あのここの建物は900棟ピッチで建てられているので、はい、900棟で5番の目のように組んであります、ね、あこれはあの上の合板 の、はい、あのジョイント部分になりますね、はい、あれでも昔って確かこうネダーで2階もなかったでしたっけ。そうです、ね、これ忘れちゃったんですね。じゃあ今回いや違います、言わなきゃ。こういうかといって、はい、あの上の合板で強度を取ってるんですね。なのでこれはこれで合床工法という工法の一つですね。なるほど、はい、じゃあ根田を今回やらなくていいっていう。そうですね、で針床の方工法になります、ね、なるほど、はい、あじゃあ工法が2つあったんですね。そうですね、根田工法と針工法とありますね、はい、あなるほど、はい、ちなみにこの合板の厚み覚えてますか。覚えてます。いくつですよ。僕が40歳です。はい、関係あります。関係ないでしょ。はい、40違いますね。24。そうです、そうです、僕の青春時代24。誰もそうですね、はい、誰もそうですね、はい、24ミリです。はい、24ミリ、はい、分かりました。合板が上に貼ってあって、はい、それで平行水平面の高、はい、面を取ってる、はい、あ高面って言っちゃうですね、強度を保ってるっていうことですね、あの、はい、分かりました、はい、ちょっと後でメモしておきます。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。諸事情。諸事情。ああ、二人とも仲いいね。仲いいです。はい、今日もいろいろ勉強になりましたね。ありがとうございました。はい。もう次回のこうテストまた出してもらったら100点取れるように頑張ります。はい、覚えておいてください。はい。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。じゃあ暑いんで、はい、あの会社の紹介お願いします。はい。はい、ですね。うん。弊社ですね。うん。インスタグラム。はい。Facebook、 はい、 LINE ビジネス、はい、そして YouTube、 うん、全部逆だけどね。 あそうですね。慣れないことはしない方がいい、しない方がいいね、はい、これでいいよ、これで、これでやってますんで、はい、やってますね、はい、はい、いろいろやってますね、やってます、はい、こちらの方のチャンネル登録とグッドボタン、はい、よろしくお願いします、はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、今日も負けないように、はい、笑顔で、はい、お分かりいただきたいと思います、はい、行きましょう、はい、せーの、またねー。